Ciao a tutti, bentornati sul mio canale di Giappone TV. Oggi sono a Shibuya per intervistare i giapponesi. Che cosa noi pensiamo degli italiani e d'Italia? Vediamo. Italiano, insomma, sei come? Italiano, insomma, osare. Osare. Cosa ne pensi? 料理 が美味しい. 料理 が. どんな料理ですか? パスタですかね。何パスタ？何パスタ？何パスタ？ペペロンチーノ。あ、ペペロンチーノ、ペペロンチーノですね。イタリアは行ったことあります？あります。あ、どこ行かれたんですか？どこだっけ？ミラノとか、主要都市、フィレンツェとか、ベネツィアとか。どうでした？あ、めっちゃ良かったです。もう一回行きたい。もう一回行きたいです。イタリアに行ったことありますか？行ったことないです。はい。行ってみたいとは思いますか？行ってみたいとは思ってます。イタリアのイメージといったら何が思い浮かびますか？はい、食べ物がすごい美味しそうなのと、人が明るそうだなって思います。あ、人が明るい。はい、例えばじゃあ食べ物はどういったものを思い浮かびますか？ピザとかパスタとか生ハム。何か好きなピザかパスタありますか？はい、マルゲリータ。マルゲリータ、あー美味しい。いいですね。ぜひ行ってください。はい、わかりました。イタリア人の男性は恋愛対象に入りますか？いや、もうもちろん出会いがあれば。あ、出会いがあれば付き合いたいと思います。はい、あ、わかりました。イタリアのイメージを教えてもらっていいですか？イメージ、食べ物、ピザとかパスタとか、はいはい、ですね。まあ、サッカーはどうですか？サッカーだとミラノとか。ミラノとか、やっぱ強そうなイメージが強いですね。本田選手も出てくるね。あー、言ってました、言ってましたね。ピザとかパスタで好きなものはあります？好きなもの、好きなピザとか好きなパスタ、マルゲリータとか本場でやっぱ食べたいなみたいなのがある。ちなみに行ったことはあります？ちなみに行ったことはない。ないですか？行きたいとは思います。行きたいとは思います。最後に、イタリア人の女性は恋愛対象に入りますか？もちろん入ります。もちろん入ります。どういうところが魅力的ですか？やっぱ目が綺麗。目が綺麗。日本人とはやっぱりちょっと違う魅力があるんですか？綺麗な女性ばっかりっていうのですね。金髪、元から地毛が金じゃない。あの人もいらっしゃいますね。でもとても可愛いと思います。わかりました。イタリアの印象、イメージを教えてもらっていいですか？イタリアは食べ物が美味しそう。美味しそう。街がおしゃれそう。おしゃれそう。ちなみにイタリア行ったことありますか？ないです。ないです。行きたい。行きたい。だからイタリア語やってます。今勉強するんですか？じゃあイタリアの都市、どうか知ってる都市ありますか？ベネチア。ベネチア。ローマ。ローマ。大阪。ありがとうございます。イタリア人の男性は彼氏候補に入りますか？入ります。はい。イタリア人の男性の魅力。魅力？なんか日本人より紳士そう。あ、紳士そう。うん。で、見た目というよりかはどっちかというとその中身。うん、中身。はい。中身。すごい、ありがとうございます。イタリアの印象を教えてもらっていいですか？はい。おしゃれ。はい。で、なんか優しい人が多い。ああ、男性。はい。イメージがあります。ちなみにイタリアは行ったことありますか？ないです。ないですか？行きたいと思います。はい。イタリアの都市で知ってるところは？で、ベネツィア。ベネツィア、あ、合ってますか？あ、そこ行ってみたいですか？行ってみたいです。他はどこか？他？わかんない。ないのか知らない。あ、知らない。ローマとかミラノ。あ、知ってる、知ってます、知ってます。シチリアとか。あ、レモン、レモン。レモン、そうです。例えば料理、はい、何か思い浮かぶものがありますか？ドリア。ドリア。ドリア。パスタにピザとかじゃなくてドリア。サイゼリアのイメージが。あ、でもなんかトマト料理。サイゼリアから降りてきたり。ミラノドリア絶対降りてきた。なるほど。はい。じゃあ最後なんですけど、はい、そのイタリア人の男性は恋愛対象になりますか？はい。はい、あります。男性、まあ、難しいと思うんですけど、いろんな考え方がいらっしゃるので、はい、魅力を教えていただきたい。魅力？彫りが深い。彫りが深い。面、こう、まつげが長いとか、背が高いとか、鼻が高いとか。やっぱそういうのがかっこいいなっていう。そうですね。
わかりました。ありがとうございます。チャオ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 、ベニーデクワア東京、チャオ。Mi è piaciuta questa intervista, che ha detto il giapponese. In realtà è così. E noi stiamo pensando degli italiani positivi, non negativi. E vorremmo andare in Italia, però non ci sono tante persone che sono andate. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividete questo video ai tuoi amici che gli piace il Giappone. Ok. Anche iscrivetevi al mio canale. Grazie mille per vedere questo video e ci vediamo al prossimo video. Hona!